ウーザンの一ウザン、またはザンウーはアムドやカムと共にチベットを構成する地方の一つ。地理的にウーザンはチベット文化圏の中部と西部にあたり、ヤルンツンポ川流域を含むほか、西部地域はカイラス山やマロクを囲み、北部は広大なチベット高原の大部分を占めている。ウーザンの南境界はヒマラヤ山脈で定められる。 現在のチベット自治区はおおよそ旧来のウーツァンとカム西部の領域と一致する。ウーツァンは、ウーとツァンの2地域を統合して形成された。ウーは中央チベットに位置し、初期の歴代ダライラマを擁するチベット仏教、ゲルク派によって統治されていた。ツァンは、ギャンツェイ,イに広がり、サキャ派によって統治されていた。ダライラマ世による軍事的勝利により、17世紀には、 両地区の政権は統合された。ウーウーサンは、チベット民族の文化的中心地であった。歴代のドライラマたちは、ラサにあるポタラグーとノルブリンカからチベットを統治した。チベット仏教の最も神聖な寺とも言われる助官も、ラサにある。ラサで話される、チベット語方言がウー、サン地方のチベット人のリングはフランカとして使用されている。また、 亡命ジベット人の共通語の大部分も、ラッサ方言によっている。ありがとうございます。